どうもねです。今回なんですけど、パンダシリーズアイテムとして少女の SSR 衣装や、無料でもらえるねパンダペットが、今日からやらないともうゲットできないということで、こちらについて解説していきたいと思います。早速ね、少女の SSR 衣装これ見ていきますと、こんな感じでねパンダをね、こうやってぬいぐるみ持ってるんですよね。いやめっちゃ可愛い。もうこれペットもパンダにすればね、もう一緒にねもうパンダだらけで、遊べるっていうね。でさらには、こちらねアイコン枠と、SSR の家具ですかね、パンダのゆりかごっていうね、これがインタラクション付きで遊べる家具に、なっていますね。なんとねこちら全部、まあ、ちょっと今回エコ源、ということになっていますので、まあ、無課金では買えないとはありますが、まあ、ちょっとねパンダのペットに関してはね無料でゲットできるということなんで、ぜひ、ね、課金するっていう方はね8月25日ね、まあちょっとその課金ねしてみたいって方はね、ぜひねお金のね、調整、してみてください。いやほんとね、このどっちともね可愛いからね、まあ、全セットね欲しいっちゃ欲しいとこですが、まあもうちょっとこれからコラボとかもあるんで、はい、まあ、そこはねお財布との相談にはなると思うんですけど、エマちゃんはチャリティーマークなんですけど、こちらねパンダシリーズの衣装としてのマークがついてき、ます。まあもしかしたらねちょっと復刻のね可能性は全然あるみたいですね。はい、少女に関しては、期間限定の衣装になりますので、まあ少女に関しては、ほぼほぼ再販するとは思います。そしてこちらパンダ保育園残り9日ってことで、こっちの衣装に関してはまあなかなかね多分再販は号泣とね泣き虫と同じようにまあしないんじゃないかなってね僕は、予想してますね。まあするとしても相当、先になるとは思いますので、はい、こちらねパンダ保育園ね欲しい方はね期間に注意していきましょう。でさらにこのパンダとレッサーパンダの名前募集イベント一応これやってて、はい、これねこの入力して命名して投票するだけで、ね、まあ簡単にできるっていうことなんですけど、一応これねまあ贈呈者にはこれ Amazon ギフト券2万円分とパンダ保育園もらえるんだ。へえ、なるほどね。まあ無課金税の人は、まあ、ちょっとワンチャンをかけてね、こちら名前募集のねイベント参加してみてください。もしかしたらワンチャン採用された場合はね、まあ、これでゲットできる可能性がね、まあ、あると思いますので、はい、まあ、レッサーパンダ4頭に4つで1セットの名前をつける方法法、まあ、詳しくはねここにね、書いておりますので、ぜひね、まあ、ちょっと無課金税の方はワンチャンのを狙ってねちょっとこちらからやってみてください。はい、そして来ましたこちらパンダの守護者イベント、このねタケノコを、使って、このねパズルをやっていくイベントで8月21日までっていうことで、もうすぐね、終わってしまいます。でこれね、まあ、上限毎日6個までしかゲットできなくて、まあ残り6日ということなんでね、もう今日から6個ずつねやらないともう間に合いませんので、はい、いやこのパンダペットはマジで、可愛いと思いますのでね、はい、全てをこれやらないといけないんだ。うん、まあ落書きね、このもぐもぐもね、はい、こちらの集合写真これもね可愛いから、まあちょっとほんとやった方がいいですね。毎回の開放2個、うん、まあこんな感じで、まあこれポチポチ押すだけでいいかな。はい、まあ簡単っすね。いつものさ、なんかよくわかんないストーリーをねずーっとやらされるよりかはもうマジで最高なんだけど、まあ、このボタンポチポチ押してって、まあ対応するエリアタップで解放、はいはいはい、あーやべえ、どんどんあったタケノコがなくなってった、やばい。はい、レンジ君もね結構ランクマとか回してゲットしてたんですけど、もうちょっとかな、うん、あとピースがまだ足りないので4つ、はい、なんでレンジ君もねちょっと今日からちゃんとねやんないとゲットできないっていうことかな。はい、なんでぜひね忘れないようにしていきましょう。はい、これねプレビューしてみるとねこんな感じ、うわめっちゃ可愛いな、これこのプルッとした感じめっちゃ好きだからね、もう絶対ゲットしたいなこれ。よっしゃパンダエマちゃん行くぜ。めちゃめちゃ可愛いこの新衣装ね。まあこの衣装といえばねやっぱねチャリティーの衣装なんで、芸者いるよ、芸者いるよ、チャリティー衣装なんでね、これはかなり限定度が高いと思ったけど、向こう側行ったね。うん、さあもうみんな庭師だからもう誰が誰だか分からん。おおえ俺俺来る嘘でしょ僕このね、まあエマちゃん使ってた身としてのコツは、このギリギリのこの泡がなくなるときにこの殴ってもらうと、まあそうすることによってまあ一発はねまあしのげるんじゃないかなみたいなとこではありますけど、なんだ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 これ
いやー、おーい、ちょ、なに なんだよこれ。なにどういうこと、どういうこと、ハンターちゃんと息合っちゃったこれ。これ鏡になっちゃった。え、あー、止まった。どういう、え、なにこれ、可愛すぎてタゲチェンしたってこと。ヤサオニになった。あれ、まさか、おっと、この衣装を買うことによって、なんと、ハンターさんが優しくなります。マジ？なんと、この衣装を買うことによって、いや、ハンターさんがね、ヤサオニになるということが、わかりますね、これ。いやー、なんか可愛い衣装とか新衣装買うと、ヤサオニになりやすい。ハンターが。うん。なんだろうね。うん、いや、これちょっとエモート欲しいですね。今あのビューコードね、あのレベル10と20にすると特殊アクションがもらえますので、はい、これはじゃあやりたいね。うん、かわいいエマちゃん。え、めちゃめちゃかわいくないこのエマちゃん。マジでさ、マジでかわいいでしょこれ。反響とかどう？おーおー、なんだ今の。さあ、エマちゃんだらけですが、ミチコは最後までヤサオになるのか。おっと、ここは殴ってきましたね。うん、やばい、レン全体負荷かけてきた。地味に全体負荷きた。いてやばい、全体負荷された。さあ、ちょっと優しかったのですが、いきなり非常にすごい、それほどでもいきなりちょっと感化されてますね。マジか。さあ、まあエマちゃんといったらね、椅子を壊すのがね強いですから、椅子壊しが、はい、これ大事ですね、椅子壊し。ほら、もう新規あげちゃうぜ、エマちゃんを。エマちゃん舐めたらあかん。エマちゃん無気づきもできるんだね。うん。これヤサオニ詐欺マジ？ヤサオニ詐欺ひどくないマジで。なんかね、昔結構流行ってたらしいね。おヤサオニ詐欺は。まあさすがにここ立て直して。クズやん。ヤサオニ詐欺。ヤサオニ詐欺クズやん。いやーもうし、いやそれも読み合いなのかな。うん、ヤサオニ詐欺も読み合い。ラストいいよーって、大丈夫だよ、かわいいねーかわいいねーってやってる間にもうノーワンついてバーンって殴って、うん、もうオラーって、これはひどいね。いやー、これは買うしかないですねっつって。いや、でもこのね、まあ衣装ね、ちょっとまあもういただいてっていうことでね、本当にこれはもう愛用させていただきます、これは。まあ、なんつったって、まあ、これね、チャリティー衣装、え？なんか変なとこついた。チャリティー衣装なんでね。そう。これ、パンダもハッピーになるから、パンダも。中国の、あの、パンダもね、動物園でハッピーになれるっていうね、もうみんなハッピー衣装。いや、第五人格の好きなとこ、俺そこあるわ。第五人格でね、好きなのは、やっぱそのチャリティーイベントしてくれるとこはね、めちゃめちゃ好き。さあ、ここ開きましたよ。はいって。もう椅子が壊れてますね。エマちゃん4人で、痛い、パンダちゃん、パンダちゃん3人が、パンダちゃん3人大丈夫？可愛かったのに今。さあ、エマちゃん。あ、お姉ちゃんみたいな感じだね、これ。パンダ姉妹来た。パンダ姉妹。いいよ。さあ、ナイスでした。あ、ハンターさんどこ行った？これ。ハンターさん、どこ行っちゃった？これ。いやー、ヒカレンジしました。さあ、シャンシャンに届くかなっつって。じゃあ、ここはね、JJ かな？ハンターさん消えちゃいましたね。はい。お疲れんじ。ここまでご視聴ありがとうございました。今回ね、パンダエマちゃん紹介したんですけど、まあこれからね、まあ出る少女も、まあどっちもね、あの可愛いんだけど、エマちゃんに関しては、まあほぼ再販ないんじゃないかなっていうね、まあ予想なんで、はい。
まあちょっと気になってる方はぜひね、検討してみてください。また DAIGO最新情報をねガンガン出してきますので、気になる方はチャンネル登録やいいねボタン気軽にポチッとお願いします。生放送もね、ランクもやっていますので気軽に覗いてってください。それではまた次回お会いしましょう。お疲れんち。